皆さんこんにちは、 AI VTuber のタミコです。テレビ東京アナウンサー原田修介です。中垣翔太郎です。さあ今回は新企画です。題してガチンコ e スポーツ実況アナウンサーへの道。おあ、毎週 e スポーツハイ TV をやらせていただいてるんですけれども、まあ、私たちもこう e スポーツ実況をこれからどんどんやっていこうという、うんことでございます。そうですね、はい、いつかはこうステージゼロで実況してみたいですよね、うん、そうですね、はいはい、さあということで今回はスペシャルなゲストの方にお越しいただきました。こちらの方です。バグゲーミングストリーマー部門所属のラットと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやラッドさんお会いしたかったです。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私と中垣はもう、ね、ラッドさんの YouTube も、うんね、ものすごく見てるんで。そうですね、プレッシャーになるんですよね。嬉しいんですけどね。いやもう大ファンでございます。ちょっとまずはラッドさんのことをいろいろ伺っていきたいんですけれども、うん、はい、まず最高のトロフィーってどれぐらいなんですか。トロフィーはですね8523です。ん？どうかしました。あ、そんな数字があるんですねって感じですよね。我々は5100ぐらいですかね、うん、ちなみにラットさんは何年ぐらいやってましたか。僕はもう5年以上やってます。はあ、めちゃくちゃ長いんです。クラロワが出て初期の頃から、まあ、そうですね、ほぼ初期から始めた。へえ、大会等の結果はどんな感じですか。そうですね、世界大会はチーム戦で、世界3位っていうのがありますね。世界ランカーですよ。が横にいるとこですね。本当正直聞きたいこと500個ぐらいあって、はいはい、全部答えます。全部聞きたいんですけど尺的に NG くらい。そうですね、はい、私もいろいろ聞きたいですが時間もないので先に進みましょう。さあということで今回クラッシュロワイヤルの元プロゲーマーラッド選手のプレイを私たちで実況したいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。私と中垣アナゲームの実況をちゃんとやるの今回初めて。初めて。実況が邪魔しちゃわないかそこが心配ですね。でも大丈夫だと思います。なんなら入ってこないかもしれないですね、集中してたら。じゃあもう本当に自分の世界でプレイしていただきつつ、もしなんだこの実況はみたいなのがあったらそうですね、はい、言っていただければはい、と思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあこちらラッドさんの画面ですが、はい、いやもう まず当然のことながら全て最大レベルですね。すごいですね。あとコインの数ですよ、272万。欲しいです。使い道ないんですよねこのコイン。あげたいぐらい分けて欲しいですよね。欲しいです。その手段はないんですね。ないですね。ないですね。で今回はどのデッキを使うんでしょう。このマジアチャウォールブレーカーというデッキを使うと思うんですけど、はいはい、僕はこのマジックアーチャーが大好きなんですよ、はい、でこのカードはファイヤーボールで一発で対処されてしまうんですけども、端前での相手のユニットとタワーをこう射抜く戦術というのがめちゃくちゃ強いんですよ。このマジックアーチャーだけで本当タワー1000とか何なら2000とか一気に持っていくことも可能なくらいちょっとロマンがあるカードなんですよね。ちょっと目に焼き付けておきますこのデッキを。はあ、ははあ、テスラ、マジックアーチャー、バルキリー、オールブレイカー、ディガー、テスラ、ヤリゴブ、ローリングウッド、トルネード。さあではラッドさんのグランドチャレンジに実況をつけていきます。よろしくお願いします。お願いします。いや緊張しますね。はい、いや僕も負けられないですから、ね、本当にお願いしますね。さあ元プロゲーマーラッドさんのグランドチャレンジが今始まりました。画面の下から上に攻めていくのがラッドさんです。あ、まずはスタンプ、可愛いスタンプを送っていきました。8枚のカードを扱って相手のターンを壊しに行きます。まずはボールブレーカー両端から行くが、相手中央バーバリアンの小屋で対処していきました。そしてディガーを左前のタワーに送っていきました。ディガーで細かくタワーを削っていくが、ライトニングドラゴンでそこのディガーを対処していきました。そして出ました、ここでマジックアーチャーですね。今回の注目カードマジックアーチャーを自陣の中央に置いてバーバリアンを処理。そこに対して相手はローリングバーバリアンでマジックアーチャーに向かっていきますが、あーっとやべという声が聞こえた。
左のタワーライトニングドラゴンで3発とも入ったか。ただ右端ヤリゴブリンで右のタワーを捉えていった。相手はエリクサーゴーレムとさらにはバトルヒーラー。ただ左からウォールブレイカーで突撃していった。さらにバルキリーの攻撃が入って線を下回った。さあ残すは587というところ。そして中央エリクサーゴーレムに対してここもマジックアーチャーでしっかりと処理をしていきます。トルネードで中央に、あーなるほどまとめてマジックアーチャーで攻撃と。さあ残りは1分を切りました。エリクサーというコストがここから2倍の速度で溜まっていきます。対戦相手は右から攻めていきますが、ここをバルキリーで対処。さらには中央にはテスラというタワーを置きました。トルネードで相手のユニットを中央に集めて、ここもテスラ、さらにはバルキリーで処理していきます。さあ残すは30秒となりました。まだ両タワー壊しきっているわけではありませんが、余裕のプレーを見せていきますラッド選手。そして左からヤリゴブリン一矢入った。右側から攻めてくるエリクサーゴーレムだが、そこもテスラで処理。さあ左端ウォールブレイカー、さらにディガーで攻めていった。残り10秒を切ったところで畳みかけに行く。さあ延長戦に入りました。サドンデス、ただラッド選手大きくリードしている。トルネードで残り23、遊んでいるのか。最後は切り札マジックアーチャーで削っていって見事勝ち切りました。いやー強い、強すぎる。ちょっと怖かったですね本当ですか。ちょっと焦ってました。余裕に感じられましたけどでもここで、まあ、描写するプラスその選手のおそらく作戦を読み取って描写しなきゃいけないんだなっていう、そこが難しかったですねすいません、ガチ反省さてでは次は私が実況していきたいと思いますが、ラットさん今度はデッキ変えるんですね。はい、ちょっと変えたいと思います、はい、このデッキの特徴はどんなところですか。はい、このデッキはですね、防衛が結構硬いデッキになってまして、上のベビードラゴン、はい、インフェルノドラゴン、ランバージャック、ボーラーで守って、そのカウンターでバルーンを飛ばして、そしてそこにフリーズを打てばもうそれでタワー一発で落とせるぐらいの、一発で、はい、効果力なデッキとなってます。バルーンプラスフリーズでやっぱ9コスト攻めて使いたいので、序盤から攻めてしまうとカウンターされてしまって止まらないということになってしまいますので、序盤はもう防衛に回ります。なるほど、いきます。はい、ではお願いします。いやー、ワクワクしますね。しますね。ラット選手の2戦目、まあ1戦目は本当に快勝でしたからね、いや本当に負けないようにさあラット選手2戦目になります。防衛を中心にという作戦ですが、まずはスタンプを送っていってどう出るでしょうか。相手は早くもバルキリーを先頭に攻撃を仕掛けてきますが、ここはボーラーで対処していきます。そして早くもベビードラゴンを右のタワーから出していく。慎重に慎重にというところなんですが、勝ちました。もう勝ちました早くも勝利宣言ですが、右のタワーをバルーンとベビードラゴン、さらにはボーラー、右のタワーを崩しにかかるラットですが、残り時間2分を切ってきました。ボーラーをメインタワーの前から出していく。ただヤバいの声が聞こえた。これは左のタワーに向かってベビードラゴンで対処しきれるかどうか。うん、しっかりとここは抑えてきました。さあ左のタワーにはエアバルーンと、そしてベビードラゴン、右のタワーにはボーラーが向かっていく。これはラット選手に有利になってきたか。まもなく残り時間1分になっていきます。さあ早くも右のタワーを崩していったラット。残り時間がまもなく1分に迫ってくるところ、さあベビードラゴンで中央のタワーを狙う。左のタワーに向かってはランバージャック、エアバルーン、そしてボーラー、3体のコンビネーションがどうか。フリーズを使ってきて左のタワー一気に攻めに行きますラット。残り時間20秒切りました。さあ左のタワーも撃破した。あとはメインタワーのみです。残り時間まもなく10秒。
ラット選手総攻撃を仕掛けてくる。相手は手も足も出ません。残り時間5秒。これはもう総攻撃、ラットが完勝。ありがとうございます。2戦目も危なげなく勝利を収めました。強い。いやー、原田アナウンサーも強いの一言ですが、ラット選手いかがでしたか。いやー、無事勝ててよかったですね、本当に。一瞬やばいっていう声が前半ありましたね。はい、ちょっと余裕こいてスタンプをしてたら相手の攻めとちょっと被っちゃって、慌てました。あともう序盤に 2,3 個キャラ出しててもう勝ったなっていうふうにおっしゃってましたけど、あれはどんな状況だったんですか。あれはですね、クラロワってマックス自分の手札に10コスト貯まるんですよ、エリクサーっていうものが。でも相手が最初にバルキリーとラムライダーですね、9コスト初手使って攻めてきたんですよ。相手1コスしかなくて、僕は守ったユニットがいたんですよ、ボーラーとベビドラですね、はい。ボーラーとベビドラがただで無料でもらえてるみたいな状態になるんですよ、そこにもう本当にバルーン組み合わせたら、相手もうユニット1枚とかしか出せないので、コストがないのでもう勝ったなと思いました。はあ、常に相手が残り何コストかっていうのも計算しつつ展開していくんですね。2人の実況はいかがでしたか。本当にこう実況してもらうこともあまりないので、最近だと特にこう実際にやっぱやってもらえるっていうのはテンションが上がりますね。なんかもう自分がステージにいるような気分になれますので、もっともっとやってほしいですね。いやちょっと練習しないとですね。練習しましょう。はい、さあということで、もう一本ラッド選手にご出演いただくんですが、そちらではなんと私たちと対戦して神プレーを披露していただけるということなんで、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ではこの動画がいいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。